とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、宇宙船ステージを5周回りたいと思います。で、5周回ってからの、出たコマンドメダルを見ていきます。まあ、結構回ってるから、だいたいこれが出るんだろうなっていうのはわかるけども、もしかすると新しい発見があるかもしれないのでやってみましょう。ちなみにコマンドメダルはここからスタートだね。入手順で見ます。216個目。なので217個目からのコマンドメダルになりますね。マインドトラベル677からスタートです。では5周行ってみましょう。それでは、これはまず第1周目だね。1周目のホジローくん。さあ、何が出る？こいつからはね、結構いいのが出るんだけども、最近なんか出ないんだよな。はい。とりあえず倒しました。こんな感じですね。まあ、あと4周やっちゃいましょう。マゼラボルト1周目でーす。まあ、なんか、楽だな。4人で行くと。4人で行くと全然楽よ。こんなもんか。まあ、最速で倒していきます。マゼラボルトからは、なんか出たっけ？でもこいつの一番目玉商品は、おそらく捨て身武器だと思う。捨て身は確か、ここでしか、出なかったと思うので、あれが多分一番レアじゃないかな。よっしゃ、はい、終わり。そろそろ、あ、でも最後の最後に危なくなることもあるから注意。はいはいはい、ちょっと手打ったな。まあまあまあ、とりあえずこんな感じでいいかな。はい、じゃあ残り4周サクッと回ります。うらー、うりゃー、しゃー。それではラストのマゼラボルトいきましょう。さあ、今回どれぐらい出たんだろうな。ちょっとまだ見てないからわかんないけども、そこそこ出た気はするね。ああ、もうなんかもうピンチになることすらほぼほぼないね。ピンチになったのが懐かしいぐらい。ダメージ食らったとしてもね、全然大したことないし、もうほぼほぼ避けたりするようになったんで、もう大体のね、なんだろう、敵の弱点というか、そこをつけばいいっていうのが分かってるんで、意外と楽勝になってきたな。さあ、あと、ああ、避けられた。ご了承でいこう。あと2発、3発だな。じゃあ、待て。さあ、終わりました。こんな感じか、ラストは。では、集計、見てみましょう。それでは、5周しました。集計を見てみるね。217個目のメダルからとなってました。入手順だね。217個っていうことは、33個か。メダルが出たみたいです。レベル677のマインドトラベルの後。こっからだね。こっからスタート。まず最初、マインドトラベル。735出てます。で、次の、必殺技。あ、ハイパービート出てるね。ハイパービートの735。かなり高レベルのやつが出てます。これはもう最後の方まで使っていけるやつじゃないかな。そして、次、コメットビーム。まあ、735だけども、コモンか。いまいちだね。やっぱスキル付きじゃないと、ちょっと使いにくいところがあるけども、でもレベルが高いから、まあまあいいとしましょう。
次、はい。クイーンズブリザード。だね。クイーンズブリザード出るとこって結構珍しいと思うんで、これはなかなかレアだね。で、さらに、小声の状態で 8% アップするんで、これはなかなかスキルとの組み合わせがいいやつになります。スカイスネークも出てるね。この高レベルのスカイスネークはなかなかいい。で、タイムアクセル。ほぼ使わないんだけどね。でもまあ、一応タイムアクセルもここで出ます。そして、マインドトラベル。二つ目。で、クイーンズブリザード。で、オーロラスマッシャー。だね。クイーンズブリザードが、サメキホジロウ。そして、オーロラスマッシャーが、マゼラボルトから、ドロップします。こんな感じだね。そして、アイシクルウィンド。アイシクルウィンド。このアイシクルウィンドは、マゼラボルトから出ました。あ、違う。サメキホジロウだ。ホジロウからアイシクルウィンド出たんだ。そう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 。で、最後、タイムアクセルが出てるね。はい、こんな感じです。あとね、今回出なかったけども、氷塊ゼロストームも、サメキホジロウから出るんだけどね。やっぱなかなかレアみたいで、こんな感じです。まあ、クイーンズブリザードがね、2つ出たってことで、なかなか、5周にしては良かったんじゃないでしょうか。はい、こんな感じです。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。